やっと見つけました。探したんですよ。もう終わったと思ったらすぐどこかに行っちゃうんですから。寮に帰るくらいはご一緒しても構わないですよね。クエストは非常に疲れるので基本的に受けた日の授業は免除されるんです。まあ今回は転校生さんのおかげで全然疲れてないんですけどね。クエストの流れは大体あんな感じです。正直いきなり魔法が降ってきた時は先が不安で頭がいっぱいでしたけど、きちんと二人で協力できれば怪魔法でも倒すことはできるんです。よかった、あなたも同じ気持ちなんですね。これから先また一緒になることがあると思うので、その時もお願いしますね。そういえば探索中の上位魔法ですが、やっぱり学園の制度だったみたいです。詳細は分かっていないみたいですね。学園からも火柱が見えたようですよ。でもあれほどの力を持っているならここの先生でも止められるかどうか。ちゃんと見てたんですか？ものすごかったじゃないですか。クエスト中にもご説明した通り、魔法は学内でも使用禁止です。なので魔法の実技授業やクエストの時くらいしか機会がないですけど、他の人の魔法もよく見ておいた方がいいですよ。とても参考になりますし、私も日頃から勉強するようにしていますが、まだまだですね。そのあたりも一緒に学ぶことができたらいいですね。そうだ、私と一緒に勉強しますか？今後のことも含めて。あと魔法が使えるのは訓練所でしょうか？ちょっと厳しい審査が必要ですが、訓練所は名前の通り魔法の練習場として生徒が使っている場所です。なのでまあ基礎魔法くらいでしたら人が練習しているところを見学できます。全員に自分の魔法が公開されるので、それを嫌う人もいるんですよね。ざっと地図を見た限りでお話ししましたが、わかりましたか？それならよかった、お役に立てて嬉しい限りです。あなたは入って間もないので、きっと部活や委員会の勧誘もまだですよね。ここの勧誘は気をつけてください。いろんな方から来ると思いますが、もし何かあったら私に言ってください。全力で助けに来ます。ああ、そんな怖がらなくて大丈夫ですよ。多分。それではまた何かご一緒するときにはよろしくお願いしますね。あのそれともう一つ、私あなたとお友達になれればと思いまして。大丈夫ですか？こんな私があなたの友達でも。本当ですか？よかった。断られたらどうしようかと。それじゃあこれからもよろしくお願いいたします。私男友達って少なくて、そのお弁当とか作ってくればいいんですか？それはお付き合いをしてから？間違えました。でもサンドイッチ作るくらいなら大丈夫ですよね。